笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻の友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは宮入利用の中島真也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそばにはニコニコ微笑んでいる妻の真由子さんもいらっしゃいます。よろしくお願いします。はい、この場所は石取谷町南寺林、元の花巻空港が今花巻交流会館になっていますが、この国道4号沿いにあります。場所でいうと駅がすぐそばにありますよね。二枚橋の駅から花巻農業の方に歩いていく道がありますけれども、その信号のところに東屋があるんですが、その東屋がすぐそばに見られる場所でいろいろ話伺っていきます。あの中島さんは趣味特技何でしょうか？はい、ゲームとか漫画、あとは今はもうスポーツやってないんですけれども、スポーツを見ることが大好きで、はい、はいはい、ワールドカップとか、今度 WBC とか、はい、楽しみですよね。見る予定です。いろいろスポーツを体験されてたみたいですね。はい、学生の時、まあ、小学校から野球、高校ではサッカー、はいはい、あと特設で陸上とか、うん、あと一戸町に住んでたので、はい、アルペンスポーツ、スキーの方もやってきました。はいはい、花巻と一戸だと雪の量とか違いますか？そうですね、倍近く。なんかもう板とかでひるんって滑れちゃうぐらいな。そうですね、すごい。ソリはやってきました。はい、ということでいろんなスポーツね、お好きということで、では次の質問ですけれど、中島さんのおすすめの花巻のお店はどこでしょうか？はい、前回出演されたみなりコーヒースタンドさん、はいはい、歩いて行ける距離、そうです、ね、はい、信号一つ分1分ぐらいでもう行けちゃうので、ね、歩いて行けるような距離で。はい、みなりさんの魅力は、もちろんコーヒーが美味しいところもありますけれども、はい、その前にも人柄に魅力を感じてます。はい、みなりさんと共通のお客様がこちらにもいらっしゃったり、はい、楽しいご近所さんっていう感じですね。コーヒースタンドさんが、そうですね、仲良くさせてもらってます。はいはい、いや、この場所、飛行機の離発着がね、はい、見られる位置なので、すごくいい眺めの場所でね、はい、なんかパワースポット的にすごいとこだなって私はお店に伺って思ってるんですけれども。さあ、じゃあ好きな花巻の風景です。はい、うちの店の前から見える景色もかなりいいものでして、はい、はい、建物が建てれない場所、目の前がすごく開けていて、はい、あのさっき言った東屋がすぐそばで、はい、離着陸が見られるだけじゃなくて、建物をもう後から新しく建てちゃいけないっていうエリア、はい、すっごいいい場所で、空港の方を向いて立ってるお店なんですよね。はい、どんな光景ですか？結構大きく飛行機が見えるので、はい、出勤するときに向かいから飛行機が降りてくるので、うん、ちっちゃいライトが見えるんですはい、はい、そうするとだんだん飛行機が大きくなって近づいてくるような感じで、はい、子供と一緒に見たいとわーって言って見てて、本当にお店の前をガッと通って林に消えていくような光景が見えるので、もうちょっと楽しみになってくるような、はい、いつ見ても飽きない圧巻される景色が見れると思います。本当、花巻市内ってあのいろんな場所で飛行機、遠くに飛行機が見えたりとか、飛行機雲もいっぱい見えて、やっぱこれ花巻ならではだなって思ってたんですが、それどころじゃないですもんね。かなり大きい、大きいと思います。目の前ですもんね、だってね、はい、音も大きいんですけれども、はい、見た目も大きく、はいはい、FDA なんてほらいろんな色を飛んでますから、結構カラフルないろんな色の飛行機を見る、いっぱいありますね。はい、たまに金色、ね、はい、あのインスタグラムもお店でね、宮入利用さんでやってらっしゃるみたいですけれども、その飛行機関係って結構反応されるお客さんも多いみたいですね。はい、多いです。のやっぱりそういう飛行機が好きな方とかが多いみたいで、ハッシュタグにつけるとすごい観覧数が増えていただいたりして、はい、見合い利用でいいんですか？インスタグラム利用が漢字かな、で見合いはひらがな、ひらがなの見合いで、利用は利用、美容の、はいはい、理科の理の方ですね。はい、はい、で見ていただくと飛行機
はい、お写真なども載っていると。これからもね、また載るかもしれない、はい、載せれるように、はい、だってドアの目の前ね、ここを飛行機が飛んでいったり見えるっていうことですよね、はいはい、ということでお店の前の風四季折々の景色プラスってことですね、プラス飛行機ってことですね、はい、はい、まあ、桜もこの辺ありますか、野間港のところに咲くので、はい、見えます、はい、見えます、花巻農業宮沢賢治のね、ゆかりの花野がすぐそばで、花野の桜も見えて、はい、うん、それが秋は紅葉で、あ、で早知根さんとか山もすっごい綺麗に見えますもんね、いや本当にパワースポって思いますいい景色ね、楽しめる場所です。さあでは次の質問です。お仕事についてね伺いたいと思うんですが、あの中島さんは一戸出身で今花巻にっていうことは、はい、どこかで真由子さんと知り合い、盛岡の専門学校理容美容の学校がありまして、はい、そこで同じ理容科のメンバーとして一緒に勉強してきて、はい、はい、美容科っていうのが、まあ、人数がとても少なくて、美容科が100〜130人いる中、理容が入学当時12人しかいなくて、卒業当時にはもう8人まで減ってしまって、でそこで、まあ、少ないから仲良くさせてもらって、はい、で、盛岡で就職して、はい、で花巻に来たような感じになります。なんかお互いあのそれぞれが違う盛岡のお店で、はい、一時期お勤めになられていて、はい、この宮井理央さんが真由子さんのご実家っていうことで、はい、でお店がね結構広くてすごい綺麗なんですよね、うん、あの外観もちょっと美容院かなって思っちゃうような、だから女性でも気にしないで入れるような、ほら理央ってついてると男性向けかなって思いそうだけれど、うん、全然気にならない感じのすごくおしゃれな外観のお店なんですが、お店のスタッフは何人いらっしゃるでしょうか。私から言えば義理のお母さん、はい、でおばあちゃん、はい、で私のお嫁さんと私の4人になってます。4名いらっしゃって、はい、で皆さんそれぞれキャラクターが違ってらっしゃって得意分野とか、はい、お孫さん連れてこられるお客様とかね、いろんな方もいらっしゃるみたいですけれども、はい、お店でここをおすすめしているっていうのはどういうサービスですか。カットはもちろんなんですけど、理美容室ならではのお顔剃りに力を入れています、はい、あ、これ男性だけじゃなくて女性も、はい、女性のお顔剃りもやってます、はいはい、産毛とかなかなか自分でやると難しかったりとかね、全部できなかったりとかね、はい、ありますもん。あとはフェイシャルマッサージも、あ、そうですね、軽くなんですけど、はい、マッサージも、はいはい、やらせてもらってます。真由子さんすっごい肌綺麗ですもん、ツルツル、そもそもですね、お店がすっごく足を踏み入れて、あ、広いな、綺麗だなっていうのと、お二人が白のねスタッフのお洋服が清潔感があって、あと、はい、優しい朗らかな語り口の二人でなんかすごくね来やすいお店なんだなっていう雰囲気がすごく漂ってるんですが、私がちょっとさっきびっくりしたのがシャンプー台が3つあって、そのうちの2つが頭を前にして洗うことができる床屋さんでよくある、うん、それがですね秘密の扉からビュイーンと出てきて自動でセットされるという驚きの忍者屋敷のようななんかこれ喜ばれる方多いんじゃないですか。そうですね、私もここに来た時びっくりしたんですけれども、はい、本当にシャンプー台が隠れるタイプのでして、スイッチを今踏む形なんですけど、踏むと、まあ、自動で出てきて扉が開いて、はい、ビュイーンと前に出てくるんですよね、はい、でシャンプー男性の方とか前にカンガンでするタイプなんですけれども、はい、それでシャンプーが終わるともう一回ボタン踏んでまた閉める、あ、閉めるんですね、はい、鏡がまた目の前に来るっていう、ちょっとやっぱなんかカラクリみたいな感じで、はい、面白いですし、うん、なんかすっごくよくできていて、しかもなんかお店がすっごい綺麗で、なんか最近の機械なのかなって思ったら実はそうじゃないみたいですね。そうですね、もう多分30年ぐらい行くのかな、そのぐらい結構昔からなので、でもなんか結構ピカピカじゃないですか、はい、そうですね、もううちのおばがすごく綺麗好きなので丁寧に扱ってくれて、はい、今でも現役で使ってます。そうするとメーカーの方とか業者さんとか知ってる方が見るとびっくりされるんじゃないですか。あ、そうですね、いつもやっぱ点検に来てもらったりとかするんですけど、はい、その時もすごい綺麗だねっていつも褒めていただいて、だから大事に私たちも使っていかなきゃなと思って、うん、そうですよ、はい、いや逆に私新しい気がしちゃったんですけど、はい、なんか今なかなかないような機会を好きな方っていらっしゃるじゃないですか、はい、そうですね、そういう方もなんか喜ばれそうな感じがします、ね、はい、なのでもう本当に故障
装したら部品がもうないような、はい、ものなので、やっぱり大事に、はい、ね、でもなんか年代物に全く感じられないのがすごいところだなって、はい、いやそれぐらいすっごくお店の中広くて綺麗で、なんかレイアウトとかもね、グリーンとかも所々に置いてあって、うん、でそのシャンプー台カット台2つが黒で奥に1つ白があって、はい、そちらの方は美容院のように後ろ向きに倒していって、はい、髪の毛を洗ってもらうタイプの、そうですね、両方あるってことですよね。はい、やっぱり子供のお客さん、そして女性のお客さんもカットしに来ていただくので、はい、その時やっぱ女性の方ってお化粧されてたりとかするので、やっぱり後ろに倒れるタイプの方がいいと思ったので、はい、ちょっと導入させていただいて、で女性の方、子供の方もやっぱり顔に水がかかるとも嫌がる子とかが多いので、顔にかからない後ろ向きのシャンプーをできるようにしてあります。成人式とかでいらっしゃるあの女性の若いお客さんとかもいらっしゃるみたいですね。お顔剃りと、あとやっぱ着物を着られるので、うん、襟をちょっと深めに剃ったりとか、はいはいはい、そっちの方まで剃らせてもらえるので、はいはい、ぜひご興味のある方は、はいはい、いらしてもらえればと思います。そうですね、すごく女性一人で初めてでも入りやすい店内だなっていう風に感じましたし、あとペイペイで使えるので、例えば花巻市の還元の時とかだと 20%、ね、ポイント後で戻ってくるとか、そういう、ね、お得なものもありますし、まあ、男性も女性もいろんな方来やすいんじゃないかなと思いますが、それこそ1回来ていただいて雰囲気を見ていただいて、もちろん技術もそうですけれども、あと子供さんなんか特に楽しいところだなってまず思ってもらわないと多分次来ていただけないので、本当に無理をしないで、まず1回来てもらって、ダメだったらその日はお帰りになってもらっても構わないですし、本当に慣れたらじゃあ切ってみようか、慣れたら椅子に座ってみようかっていう、あんまりこう無理やり切らないっていうのは私はそう思ってます。なので、うん、あの初めての方でもねきっと来やすいんじゃないかなって思います、はい、インスタグラムとかも参考にしてね、ぜひ皆さん足を踏み入れて見ていただければなって思います。はい、まあ、飛行機好きの方もね、はい、いいかもしれませんね。ぜひ、はい、はい、さあでは次の質問ですが、好きな言葉、座右の銘何でしょうか。心がけてることで、はい、言葉にして伝えるという、はい、お客さんとのコンタクト、はい、どのくらい着るかとか、うん、どのような日常を過ごしてるかとか、ヘルメットかぶるとか、汗をかきやすいとか、仕事の内容によってもスタイリングをつけるかつけないかとか、そういうのもやっぱりいろいろ話を聞かないとわからなかったりとかするので、まずその点を言葉で伝えて聞いて、重要ですよね、帽子をよくかぶるかどうかとか、ね、そうですね、悩みだとかこだわりだとか、うん、そういうのをまず聞くことから始まるかなと思いまして、お仕事もそうですし、仕事場の雰囲気だとか家族間でもそうですし、はい、まず言葉かなと、はい、お客さんとかホッとされるような、すぐ打ち解けるようなね、そんな雰囲気で、まゆこさんもね優しくニコニコねしていただいていて、はい、言葉にして伝えるという素敵な言葉をご紹介いただきました。あっという間に時間が来てしまいました、はい、さあでは次の方のご紹介をお願いします。はい、麺屋ビトンさん、はい、柳原きのこさんをご紹介させていただきます。はい、麺屋ビトンさん、美しい豚でビトンでございます。はい、はい、2月17日ご出演 OK ということで伺っています。花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいとも in 花巻は宮井理央、中島真也さん、そして横には妻の真由子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。